どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのはクリスマスに見たくなる戦慄の海外恐怖映像。誕生日会が舞台の映像からクリスマスパーティーで撮られた1枚の心霊写真まで、今回もゾッとするやつを持ってきたんで早速見ていきましょう。最初に紹介するのは、ゾンビさんが投稿した一本。旅行か散歩でもしていたのか、投稿者は海にいるんですが、海岸に変なものを発見したらしく、それを記録し、ネットに公開していました。海岸にあったのは、巨大なカニの手。手は異様に大きく、この手の大きさから考えると、本体はとんでもない大きさになるような。これは船、もしくはカヤックの一部。単なる作り物。深海にはでかいカニがいるんだ。そんなコメントがありましたが、果たして、その正体は一体。次に紹介するのは、詳細不明の映像。ソースがはっきりしていないんで、正確な情報が分かっていませんが、どうやら、投稿者は自宅で起こる怪現象に悩んでおり、それがあまりにもひどいんで、何か意見をもらおうと、その様子を記録していたらしく。投稿者が問題のある部屋を映すと、部屋には誰もいないのになぜか椅子が動いて、一方向に動いてるんで糸で引っ張ってる可能性はありますが、注目してほしいのは投稿者一家の様子。子供は明らかに怯えており、投稿者は激しく動揺していました。また、起こる現象も単純で、仕込みにしては簡単すぎるんで、これを本当の怪現象と考える人が多く。果たして、真相は一体。次に紹介するのは、誕生日会が舞台の映像。投稿者は誕生日を迎えたようで、ケーキを持ち、ろうそくを消そうとしてるんですが、この後、奇妙なことが起こって、ろうそくの火が消えるんですが、投稿者は消しておらず、消えた理由がわからないようで明らかに動揺していました。こういったことは他の誕生日会でも起こっているらしく、SNS にはこんな映像もあって、Happy birthday to you. Happy birthday. 62. Happy birthday. Oh my god, she's making a wish. Probably you. Can you wish I'm gonna go for? There's a lot of millions in the sky. What the heck? Who was that? Who blew it out? It was ours because he said it was ours. やけにろうそくを消したがる人は私の周りにもいましたが、もしかしたらそういった人が幽霊になってから誰かの誕生日会に侵入し好き放題やってるのかもしれません。次に紹介するのはとある監視カメラ映像。映像の舞台になったのはメキシコにある KFC。営業時間外のようで店内にお客さんはおらず、カメラは一人の従業員を撮っていました。彼は清掃作業をしてるんですが、作業中に怪現象が起こって、ゴミを拾おうとすると、彼は体勢を崩し、誰かに引きずられていって、結構な距離を移動してるんで、とてもパントマイムとは思えず、これを見たネットユーザー曰く、もともとこの店舗には幽霊の噂があったみたいで、映像の背景がわからず、派手な現象が起こってるんで、ネットの意見は割れていますが、これは本当に起こった怪現象か、はたまた編集か、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのは、サイモンさんが投稿した一本。撮影者はサイモンさんの知人。撮影者は今から3年前、イギリスの有名な心霊スポット、ウィストマンズウッドにやってきていました。そこでは幽霊を見たり、怪現象に遭遇した人が多いようで、そんな背景があったか、撮影者もカメラを回してるんですが、そこにおかしなものが映り込んでいたらしく、These two are doing my head in. It's getting dark. It's really cold. I have no idea where the dog is. What? 2 are doing my head in. It's getting dark. It's really cold. I have no idea where the dog is. What?注目してほしいのは画面中央部分。そこには黒い影が映ってるんですが、数秒後、影は溶けるように消えました。影のいた場所から考えて、誰かの人影が映ったとは思えず、心霊スポットという背景もあり、幽霊が映り込んだ、そんなコメントが多いんですが、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのは、シェルトンさんが投稿した一本。今から4年前、彼は知人にベビーシッターを頼まれ、知人宅で子供を見ていたんですが、午後10時半頃、子供部屋から物音が聞こえてきたらしく、すでに子供は寝ていたんで、彼は不思議に思い、ベビーモニターを見るんですが、そこに変なものが映っていたらしく、スマートフォンで動画を撮ることに。So then I decided to check the baby monitor.Please tell me what's in the top left corner. Camera にはベビーベッドが映ってるんですが、柵の向こうには何かおり、何かの目は光っていて、視線は子供に向いていました。投稿者はこの後、すぐに部屋を見に行ったらしいんですが、何かはおらず、部屋に異常はなかったみたいで、何かは幽霊で子供を連れて行こうとしていた。そう考える人もいますが、果たして、その正体は一体？次に紹介するのは、DJ さんが投稿した一本。投稿者は子供の動画を投稿しており、心霊とは関係ない映像が大半なんですが、中には奇妙な映像もありました。今から約1ヶ月前、投稿者はいつものように動画を撮ろうと、スマートフォンを持って子供の部屋に行くんですが、そこで予想外のものを撮りました。head! John!注目してほしいのは子供部屋の窓。そこには何か黒いものが見え、それは部屋を覗き込んでるようで。急いで窓の向こうを確認するも、外には誰もおらず。周囲の様子をしっかり確認してるわけではないんで、窓の向こうには人がいて、その人は走って逃げた。もしくはどこかに隠れている可能性はありますが、投稿者曰く、子供部屋の窓は高い位置にあるようで、窓の位置と黒いものを比較すると、映り方から考えて身長が2メートル以上ないとおかしいらしく、窓の向こうにいた正体不明の黒、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのはガバーさんが投稿した一本。映像は監視カメラが撮ったもの。カメラは実家に置いてあり、そこには兄しか映っていませんが、数秒後、カメラは奇妙な瞬間を撮っていたらしく、母親から映像が送られてきたみたいで。注目してほしいのは画面中央の奥。そこに誰かやってくるんですが、誰かは急に動きを止め、その姿を消しました。下半身から木が見えてるんで、誰かは透けており、その様子は明らかに異様。また、ここは私有地らしく、知り合いでもない限り通行人が立ち入ることはまずない。近くにいた兄も、この人を見たり、足音を聞いたりはしていなかった。編集の可能性もあるが、母にそんなことができるとは思えない。投稿者はそう言っていました。何かを探すようにかがんでるから、消えた場所には何かある。何か地面に埋まっていて、この人はそれに関係してるんじゃ。そんな意見が多いんですが、皆さんはどう思いますか？最後に紹介するのは、バードさんが投稿した一枚。今から2年前のクリスマス、バードさんは友人たちとパーティーをしており、ポラロイドカメラを持ってきていたんで、みんなで記念写真を撮るんですが、そこにはおかしなものが映り込んだらしく、注目してほしいのは、写真右側部分。そこには誰かの手が写ってるんですが、手首から上が見えず、手は明らかにおかしく。これに関してバードさんは、写真を撮ったのは自分で、撮影当時、ドアの向こうには誰もいなかった。そうコメントしていました。実はドアの向こうには誰かいて、その人は黒い服を着てるんじゃ。単なる編集だろう。そんな風に考える人もいますが、果たして、真相は一体。ということで今回もやってきました。おまけのコーナー。今回紹介するのは、シュール系面白映像。じわっとくるやつを持ってきたんで、早速見ていきましょう。Bro, why this dog head so skinny? Jurassic, bitch. Oh, God, goddamn golf ball!今回もたくさんのじわっとがありましたが、個人的に特に印象に残ったのは最後の転倒映像。まさに情報量の暴力。一見アンラッキーな状況に思えちゃいますが、ここまで来ると逆にラッキーなのかもしれません。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイなら。